牢屋に入れられたぐらいでおろおろビクビクしやがって、しけた野郎だな。ところでお前、何をやらかした？ここは牢の最下層だ。よほどのことをやらないと。なんだって？自分は何もしてない、ただ勇者と名乗っただけだと。こいつは驚いた。まさか勇者様が同じ牢だと。お待ちかねの食事の時間だ。取りに来い。俺の前に勇者が現れるとはな。全てはあの予言の通りだったってわけか。来な。ちょっと待ってろ。殺してはいない。ただしばらく起きないだろうな。この先手ぶらじゃ危険だからな。こいつを装備するんだ。それからこれ、お前の荷物じゃないか。向こうの部屋に置いてあったから。俺も愛用の探検を取り返すことができた。こいつがあれば百人力だぜ。さて、他の兵士が来る前に逃げるとするか。ずっとこの穴を掘っていたんだ。今日脱獄しようと思っていたが、そんな日にまさかお前が来るとはな。どうやらあの予言通り、俺はお前、今は詳しく話してる時間はねえ。さあ、お前から先に行きな。水路か。どこかに出口があるはずだ。背後は俺に任せて先に行ってくれ。行くぞ。逃げるぞ、こっちだ。こっちだ。
奴らだ。おいおい、マジか。無事か？おかげで兵士たちを振る。この先から出られるか？まともに戦って勝てる相手じゃない。逃げるぞ。一発だったな。さすがにここまでは。早く逃げるぞ。逃げるぞ。
言ってか。ふぅ。しかしなんだってあんな、助かったか。三つだぞ、悪魔の子だ。おいおい、マジか。やられたな。いたぞ。くそ。いいか、よく聞くんだ。行くぞ。俺は信じるぜ、勇者の奇跡ってやつを。おい貴様ら、何をするつもりだ。俺の名前は神、覚えておいてくれよな。うわー。